変化量大きいかな。後ろの髪はねちょっと今もうあの雨でねうねっちゃったんであれなんですけど、あんま変わってないです。ちょっとでもまあ気持ち短くなって、あそうあとトリートメントしてきたのでちょっとだけあの綺麗になりました綺麗になりましたよ。こんばんは。本日はそんな感じで変化しました。よろしくお願いします。こんな感じでお送りしていきます。こんばんは。やっぱでもさ前髪、自分の前髪短い方が好きですね。いつも思う、短い方が好きです。こんばんは。そう天使のはしっかりめに出てきてます。トゥヤトゥヤ。こんばんは。ちょっと髪の毛も整えてきてもらえ整えてもらってきました。イエイ。こんばんは。よっと、こんばんは。さあ動画の編集でもしようかと思ったが、まだパソコンに動画のデータを移動しないような気がするな。こんばんは。してないような気がするけども、どうだったかな。先日秋葉原を散歩していたインタビューを受けて月曜から夜更かしに移りました。おーすごい、秋葉原とかよくね月曜から夜更かしのインタビューしてますよね。ゆうやさん、おこれは武道か。おー新しいギフトだ。9月入ったからか。ギフトありがとうございます。武道食べたいね。こんばんは。おしゃれなシャツ、あそうそう、これお気に入り、お気に入りです。今朝こんばんは。こんばんは。こんばんは。これなんだ。こんばんは。マーズにぶどうのパフェあるよ、美味しいよね。行きたい。マーズさんマジでめちゃくちゃ行きたいよね。こんばんは。やちさん可愛い人ありがとうございます。今日から9月だけどまだ暑いね。今日結構暑かったですね。なんかさね語彙力、雨も降ったしめちゃくちゃ暑かった。よいしょ。動画編集しようかと思ったけど、まだスマホからパソコンにデータ移動してないからやめぴ。前髪切りました。かわいい、ありがとう。前髪切ってきたよん。シャットダウン。
仕事に持ってったポカリ1リットル飲んペース配分考えるの大変やった。まあバクバク飲んでれば1リットル余裕でいきそうだけどね。今日の天気は目まぐるしかったね。なんかすごい結構な土砂降りみたいな感じでしたよね。こんばんは。よいしょ。今なんか調べようと思って忘れちゃったな。なんだろう。何調べようと思ったんだろうな。こんばんは。そうトリートメントしてきたのでね、髪の毛ツヤツヤでございます。最高。こんばんは。何の話しようかな今日は。何にしようかな。まあ9月入りまして、そうですね、まあ別に気持ちとしては何も変わってないんですけどでなんか9月くらいからさ、ちょっと秋だなって感じしてくるじゃないですか、さすがに。こんばんは。そうだから早く涼しくなってほしいなという気持ちではありますね。そう早く秋めいてほしいところではあります。こんばんは。セリアジョンマイラブいつからですか。まあぜひね、あのサイトも見てほしいんですけど、9月15初日だったかな。待って、もう日付感覚終わってるからさ、一旦カレンダー見ないとちょっと分かんないんだよ。あ、15ですね。2週間後ですちょうど。こんばんは。愛媛の公演についてさ、稽古一度も参加してないから別に語ることはまだ何もないんですよね。喋ることない、まだ稽古してないから。そう、そうなんですよ。喋ることは何もないみたいな状態ですね今。こんばんは。残念ながら話せることはまだなし。しししししし。ん？よいしょ。ぜひでも愛媛まで来てください。こんばんは。暑さ寒さも彼岸までっていうくらいだから涼しくなるのはもうちょっとかな、もうちょっと来るかな。長期予報では10月くらいまで暑い日あるみたいなこと言った。マジ10月は残暑すぎない、さすがにね。こんばんは。るんちゃんやかれんちゃんが4期のキャストさんについての情報聞いてない。え、何もまあ噂を聞いたところでね、会ってみないとね、どんな人か結局わかんないですしね。そう
松山便って何本あんの？え、知らない。それは調べてくれ。そんな愛媛の観光大使じゃないからちょっと分かんないです。それは絶対に調べた方が早いだろう。ごめんなさい、ちょっと飛行機そんな詳しくないわ。 JAL と ANA となんだっけ、なんとかスターみたいなやつ、ジェットスターだっけみたいなやつ飛んでますよね確かね。ごめんなさい、ちょっとわかんないです。こんばんは。しかもどっから飛ぶかにもよるしね、そもそも。今さ、東京から行く想定で喋ってたけど、ジェットスターは東京じゃなくて成田なんですけど、どっからかにもよるから。こんばんは。愛媛まだ暑い、まあ愛媛西日本だからもうちょっと暑いんじゃないですか。2週間後にいろいろ喋ってください。まあでも初日迎えたら話すことはたくさんありそうですね。ちょっと久しぶりだったんですけどみたいな。そう、久しぶりだったんですけどみたいな話はできると思うんですけど、どうなることやらって感じですね。話します、また始まったらね。今はまだ何も分かりません。こんばんは。でもマジであとちょっとだから、ちょっと本当に台本、ちょっと今日寝る前にちゃんと一回台本パーって一回読もう。一回読みます、一旦ね、一旦感覚を取り戻す。でもなんかさ、最初の頃はさ、稽古の動画がさ、その私が1期の時稽古の動画撮ってもらってさ、それ全部送られてきてたけど、4期になってから動画1本も送られてきてなくてさ、なんか結構3期ぐらい、2期か2期3期ぐらいでさ、1期と動きがすごい変わったみたいな噂を私は聞いてるんですよ。でも映像が送られてこないから何もわかんない。どんな動きをしたらいいのか何もわかんないんだけど、そう、採血楽しみにしています、頑張ります。こんばんは。みんなの期待を裏切らないようなレベルには持っていきたいと思っています。人見知り発動しない？まあ絶対にするでしょうね。え、それ多分仲良くならないでまず1週間終わると思うわ。そう、誰とも仲良くなれずに一旦1週間終わって、10月に会うこともなく、11月または人見知り気まずーってなるとは思うけど、まあそれはなんだ、私のもう生まれ持った性格だ。こんばんは。そればっかりはもうね、どうしようもないですよね、本当に。どうしたら良いのやら。こんばんは。こんばんは皆さん、ありがとうございます。今若干眠いなって今心の中で思い始めました。自信満々で人見知りを語る際におもろい。いやでも人見知りっていうか、別に人見知らないんですよ、コミュ障なだけなんですよね。そう、人見知りっていうかコミュ障、そうコミュ障なんです。私は仲良くなれない、こんにちはってなっちゃう。10月までザリの公演見れないね。あ、劇場の話？劇場って9月のスケジュールさ、発表されたの？ちょっと見てみようぜ。AKB 公式サイト。劇場に行く。あった。あ、めっちゃ発表されてるじゃん。
サムネイル、アイドルの夜景、逆上がり、研究生か。で、サムネイル、BK、研究生。あ、A とね。B。いや、全然出れるやつないじゃん。え？ A 全然ないじゃん。あれ？全然 A ないじゃん。なんだこれ。ワンチャン出れて10日だね。出るかちょっと知らないけど。8か。この前8出たから出なそう。この前8さえ出たじゃないですか。なんか今回選ばれなそう。8人数多いし。この前出てない人は優先的に選ばれそうじゃない？いや全然知らないけど。スケジュール的には多分出れるけどさ。暇だったら見に行こうかな。いやじゃあ愛媛で暇な日多分ないから今回多分どこにも行かないと思う観光は。うん、もう本番やって帰るみたいな感じになるから愛媛で休みの日ないと思う。だからグルメレポートはないです。みんなが見た後とかに観光でよく行ってください。ぜひ。こんばんは。びっくりするくらい A 公演なくてびっくりしちゃったねえ、びっくりです。ほんと当分出ないね。これはきっと。これだってさ、9月前半さえが出れる公演ほぼないじゃん。でさ、中盤ぐらいにさ愛媛行っちゃうでしょ。まあ、後半ワンチャン9月の最終週とかワンチャンだけど、15、16、17、18、19ぐらいだもんね。さよね、5日間ぐらい愛媛だもんね。全然公演ないじゃん。嘘でしょ。公演出たいね。劇場公演大好きマンとしてはね。まあ確かに8月 A 公演いっぱいありましたからね。確かに。それはそうですね。うん、8月木体 4A 木体を木体が少ないのか。9月4木体 B A B 木体 K A 14期生さん4木体 A A 木体 4B 木体良かったね先月ね。こんばんは。武道館のリハも頑張って、ありがとう。そう、始まってるんですよ。もうすでに。いつもね AKB ってリハめっちゃギリギリになることが多いんですけど、今回なんかめちゃくちゃ逆に早くて本番前に忘れちゃいそうなくらい早いんですけど、頑張ります。なるほど、9月が1回も僕たち今んとこないのね。ほほうほうほう、当分出なそうだね。こんばんは。まあぜひ公演がない分ぼっちゃん劇場で頑張るんで、みんなぼっちゃん劇場までちょっと遠いですけど来てください。よろしくお願いします。愛媛までみんな飛んできてください。無茶な願いだ。愛媛はちょっと遠いわね。あんまね、さ、あの私のねショールームのコメント欄でマイナスな意見は書かないでください。さやのファンの人はなんかそういう人だなって思われちゃうのでねプラスなことだけ書いてください。武道館コンサート行くの研究生公演で、お久しぶりですね。私は武道館初めてです。楽しみです。10月に愛媛行こうと思ったら全然ない。そうなんです、10月はちょっとないんですけど。愛
には武道館も飛びます。ありがとうございます。こんばんは。武道館楽しみだな。3公演もあるしね。どれにどれだけ出るかちょっとまだわかんないんですけどちゃんとセットリスト知ってるの1公演しかないんでちょっとまだわかんないんですけど、そう、残念ながらね。こんばんは。よいしょ。いっぱい出れるといいな。せっかく大きなステージやし、なんかわかんない、どういうさあのステージコースになるかわかんないけど、なんかもう後ろバックダンサーみたいな感じでいいからいっぱい出たいもう何でもいいから、何でもいいからいっぱい出たい。そう、武道館は客席からステージが見やすい。そうなんだ。ちょっと武道館について一回検索していい？武道館について無知だわ、行ったことない。未知の世界。よいしょ。なんか円形のイメージはあるけど、武道館ライブ、ああすごい、こういう感じでステージが作れるのね。おしゃれー、でかっ、えぐっ。ここ満員になったらめちゃくちゃ最高なんだろうな。わお、すげえ。こんばんは。どういうステージを組むのか楽しみだね。こんばんは。武道館はちょうどいいサイズ。あ、そうなんだ。でもアーティストの絶対的な目標な場所だよね。武道館に立ちたいですっていうさ、何？なんて言うんだ、みんなが目指す夢というか、私もいつか立ってみたいなと思ってたけど、まさか AKB としてまた立てる日が来るとは。嬉しいね。頑張ります。高橋さやか 3Days は劇場公演でも埋まらないので絶対にないですね。推しが武道館に行ったらなんやらって あった、なんかアニメになってたよね。ねえ、ちょっと見てないですけど。こんばんは。武道館そう1万人前後だった気がする。そのステージの組み方にもよるけどみたいな、前調べた時に。こんばんは。超楽しみ。それな、楽しみだな。なんかでも AKB 全体で大きいコンサートがそもそも久しぶりなので、それ自体が楽しみですけどね。2月ねできなかったのでね。他のアーティストとかでも武道館行ったことないです。ないですね。武道館と東京ドームどっちが大きいの？まあ当たり前にドームですよね超当たり前だけどドームですよね。東京ドーム 4,5 万入るでしょ。だってそこまでいかないか、国立競技場か、なんだっけ、もうどこもかしこもキャパがわからないけど、全然東京ドーム全然超バカでかいです。新しいうちは作っていきます。わあ、嬉しい。
小田証券にしてほしい。まあまだ厳しいだろうね。わかるよ、声出せた方が絶対に楽しいってのも超絶わかるけど、まだちょっと厳しいんじゃないですかね、ご時世的に。もうちょっと落ち着いてくれればね、って感じですけど。こんばんは。でも声出したいっていう気持ちは痛いほどわかるよ。絶対にね、声出して自分も参加してる感出るしね。そうそうそう、こんばんは。まあもうちょっと辛抱してまた声が出せる時が来た時に爆発させましょう。こんばんは。一番入る屋内のコンサート会場は埼玉サファリーナ。あ、アリーナでも一番広いのは SSA なんだ、知らなかった。たまり懐かしいな、入ってすぐだったな。たまり全然踊れなかったもんな、あの頃。めちゃくちゃ懐かしいな。こんばんは。すごかったな、あんなでかい会場で入ってすぐさせてもらえるなんて。先輩の頑張りがあったからや。だからずっと感謝してる、連れてってもらえて。キョカちゃんとかね、埼玉スーパーアリーナでお披露目ですもんね。そうそうそう、豪華です、ありがたい。やっぱコンサートはでもまあどんなキャパでもすごい楽しいです、楽しみですけどね。うん、こんばんは。雷聞こえましたか？わかんない。うちさ、外の音全然聞こえないんだよ、この家。だから、わかんない。鳴ってたかな？でも雷は聞こえるか。わかんない。全然気にしなかった。さやの声で書き消した可能性もある。書き消した可能性もあるわ。かわいい、ありがとうございます。書き消した可能性あるな。ちょっとわかんないです。こんばんは。まああのとふるさとアークはね、まだね入ったばっかですから、しゃあなし、しゃあなくはないけど、でもあの頃にしてはね、あれ頑張ってる方なんですよ。未経験にしては頑張ってる方。そうそうそう、昔の映像見たくないもんね、踊れてなさすぎて。本当にびっくりしちゃうよ。こんばんは。こんばんは。2016？ 多分16、17、18、19、20、ノートは17年じゃない？16年の12月に再加入してるはずだから、ノートのイベントは17年の夏じゃないかな、夏前とかだった気がする。ちょっと詳しい年代は覚えてません。あの頃必死すぎて記憶なしみたいなとこありますね。こんばんは。全然覚えてないんですよ、あの頃。全然覚えてないんですよね。めちゃくちゃ暑かったことぐらいしか。
みんなすごい日焼けしてた記憶ある。ファンの人がファンなんかメンバーは結構気にして日焼け止めとか塗るけど、そうファンの人はやっぱあんまりね日焼け止めとか塗る文化がないというかさ、あんま気にしてないじゃないですか意外と。だからすごいめっちゃ日焼けしたよみたいなコメントをいっぱいもらったような記憶があるそれは覚えてるよ。みんなからのなんかそのコメントは覚えてるけど、自分がどんな風に頑張ってたかはマジで覚えてない。そう記憶なし。こんばんは。今日はそうだな、配信終わったらお風呂に入って今日も早寝したいな。明日もね休みなんですけど、ちょっとやらなきゃいけないこと山積みなので、ダンスも覚えないとということなのでね、ちょっと頑張ります。オンコロライブのダンス覚え始めないと前日になっちゃうよ気づいたら。こんばんは。やることを山積み。そうそう眠たい。あでも今日ねそんな眠くないかも。言うて今日9時間ぐらい寝てますからね、寝すぎなんですよ。まあ、最近ねでも寝ても寝ても眠くてね、まあ、どうしたもんだかって感じですね。そうすごい困ってます。寝ても寝ても眠くて。しげさんこんばんは。リメンバーガールズパワーよいしょ。アーティストタイムテーブル。それマジ今の壁車本当に嫌なんだよな髪型今更だけど。Day 2 9月4日ですね。こんばんは。オンコロでボブサイリン見るの楽しみ。そうですね、皆さんに見せるのはオンコロか初めてかしら、楽しみです。ん違うな、これか。まあですね、オンコロライバーの配信もあるので皆さんぜひ全国からご覧になれますのでお待ちしてます。こんばんは。そう常にやること盛りだくさんなんでね、ちょっと順序立ててしっかりと頑張っていかねばなりません。こんばんは。こんばんは。オンコロ8メンバー出てるの？そうです。そうです。楽しみ。最近なんかね、覚える曲が多くてね。覚える曲が多すぎて覚えるのすごい早くなったよ。やっぱ覚えなきゃいけないものがあるとさ、
体を頑張って覚えるじゃん。それを続けてると慣れだね。慣れって大事だわ。そう、体が覚えられるようになってくる。こんばんは。あれこれじゃない。まあそうですね、来週とか、まあ、日曜日を来週と移るか今週とするか問題があるんですけど、今週末として日曜日が末だとしたら、今週末オンコライブあり、まあ、来週ちょっとね皆さんに会える予定がないんですけど、で再来週の12日にショールーム1000日お祝いですね。ほんでそのまま木曜日からジョンマイラブやってって感じっすね。そう、今月は、今月多分先月に比べて会える機会マジ少ないと思う。先月なんかめちゃくちゃ劇場公演いっぱい出演させてもらったんですけど、今月ねちょっと劇場今んとこね紙前半はないのでね、ちょっと皆さん配信頑張ります会う機会がない分ちょっと配信頑張ります。こんばんは。エイトのオリジナル新曲期待していいですか？ダメです。最近セトリにおって曲あって嬉しい。なんか最近さ多分さあれだよね、あのストリーにおって曲あるとみんな声出しちゃいけないけどちょっと漏れてしまうのがおもろいのよ。そうおーぐらいちょっと漏れちゃってるのがすごい面白いし、そうなんか喜んでくれてるのをすごい感じるこんばんは。声漏れちゃうのめっちゃおもろい。まあ漏れちゃうよね、好きな曲とか来ちゃったらね。それはそう。でもちょっと抑えようと頑張ってるのがちょっといいなって思う。昔の声 OK だったらもう超大盛り上がりしてたんだろうなみたいなね。でも抑えなきゃいけないからこうみんな頑張って抑えてる感じがすごくいいです。素敵です、これ素敵です。本当にこんばんはね。えいつかまたいっぱい声出せる時代が来るように今は耐えましょう。今あのジャンプする時の屈伸してる状態のね、多分そんな感じだと思うんで。こんばんは。こんばんは。世の中で言いたいことたまってます。この前のさアットジャムの時にゆいゆいがさちょっと口上言ってたのちょっとなんか湧いたよね。思いませんでしたか皆さん。最後ちょっとわあ最高やって思いましたよ。前髪パッツンだと幼いな顔。なんかさ。美容室で見た時前髪結構長かったけどこうくせっ毛だからちょっとこう湿気でこうやって上がってくるとねちょっと短い
短いですね。どうだろう、そうやってパッツン、どうなんだろうな、もっと薄い方がいいのかな。自分に一番似合う前髪、一生瞑想しとるわ私。あ、でも今日、あ、そうだ、今日話す内容あったわ。今日ね、手相占い行ってきたんですよね。なんかちょっと時間、なんかちょっと暇な時間ができちゃって、なんか行く予定と行く予定の間に美容院がね、思ったより早く終わって、うわ暇だってなって、そう、暇だか手相でも、初めて手相でも見に行ってみるかみたいな、そう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 、見てね、今日手相見てもらった。そんな面白話があったわ。何話そうかなとかじゃなくて、普通にあったわ面白話。手相でもなんか、そのちょっとお試しみたいなやつだったから、そうそう、ちょっとだけ見てもらったんだけど、そうなんか言われたのが、手相的にはだよ、手相的にはあなたは人の頑張れるマックスが10だとしたら、あなたは7ぐらいしかないから、あんまりなんだろう、こう寝る間を削って無理に頑張るとかを向いてるタイプではないよって言われてあれみたいなそう、あなたは頑張るキャパが他の人よりは多少少ないから無理しちゃダメだよみたいな、そうそう、それ念頭に置きつつやるのがまず大事だよって言われて、マジかよみたいな、そう、まずそれがちょっと一つ目で面白かったことね。そう、占いはね、いいことだけさえは信じますね。そうそうそう、何なんだそれは。え、いや言ってる意味わかるでしょ。え、なんて言ったら伝わるんだなんか言われたのが、他の人はそのバケツ、そう、バケツ、頑張るキャパバケツが10あるとしたら、あなたは7ぐらいしかないから、そう、無理が効くから、何体感じじゃないっていうのはちゃんと念頭に置いて無理しすぎないようにするんだよって言われて、こんばんは、そう、エクスターズしました。あとはね、あとなんか自分に自信がないって言われた自分に自信がないから、なんか私なんかって絶対いつも思ってるでしょ、思っちゃダメだよみたいな言われたのと、あと何だったかな、なんかでも面白い手相みたいな言われた、なんだっけ、ちょっとやばい、もう今日やってきたのにもう忘れちゃったな。なんだったっけ、忘れた。頑張ってるサリーを見てるから納得がいかない。え、なんで別に何も否定はされてないんだけど、え、なんて言ったら伝わるんだろう、多分サリーの伝え方が悪いよね、そうやってみんなが受け取るってことは。え、なんて言ったいんだろうな、なんて言ったらみんなに誤解がないように伝わるんだろう。さやの今の言語能力では無理かも。まあだからなんて言うんだろうな、むず、言語化すんのむず、こんばんは。まあ、なんかむやみになんか無理してめちゃくちゃ頑張って花咲かせるタイプではないというか、そう、がむしゃらにぶわって やればいいっていうタイプじゃないからみたいな感じだった気がする。ダメだな、それもなんかマイナスに捉えられそう。なんて言ったらいいんだろう。まあ別に自分の占いだし、みんなに伝わなくてもいいのかみんなに分かりやすい言語化しなくてもまあいいのか、
でもみんな今誤解 して受け取ってる感じだったもんな、コメントの感じ。こんばんは。どうしたいんだろう。こんばんは。まあ、あと言われたのはなんか、でも今日本当にねすごい時間すごい短いお試しみたいなやつだったから、そうちょっとずつなんだけど、そうだからもっと自信持った方がいいよってことと、頑張れるキャッパーが人より少ないから無理しちゃダメだよってのと、なんだったっけな、もう一個なんかあったんだよ。あ、健康か。あ、そう、健康のところでそうすごい頑張りすぎると良くないみたいな言われたんだよな。で、仕事のところで20代と30代でめっちゃなんか転機があるみたいな言われた。そう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 、まあ、ざっくりこんな感じかな。こんばんは。そう、そんな感じかな。あんまり当たってないと思う。さやのことを何も知らないのに。さやは割と当たってるなと思ったけどね。まあなんか占いってさ、いろんな見方があってさ、なんだろう、誰にでも当てはまることを言って相手の反応を見てよりその人に当たってそうな方にこう導いていくっていう話術っていう見方もあるんですけど、まあ元も子もないことを言うと。でもなんだろう、漠然と自分のことをこう捉えてても言語化できないことってあるじゃないですか。そう、それを改めてなんだろう、分析というかよりこうなんだろう、視点を焦点をこう狭めて言語化して、あ、人から言ってもらうっていうのは自分をこう理解する上でその客観視できるいい材料かなとは思ってるんですよ。そうそう、占い統計学だからね。そうそうそう、こんばんは。そうなので結構さえはまあお試しで言ってよかったかなと思ってるけどね。まあさ、自分に自信ないし、まあでも頑張るキャパはね、まあ確かに、でもさ、夜更かしした人とかあんまね、まあ人間誰しもそうだと思うんですけど、夜更かしすると人間ってさ、なんていうの、パフォーマンス力落ちるから。そう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 、でなんか昔体弱かったのがなんかどっかの手相に出てるみたいな言ってて、おもろと思って。昔めっちゃ体良かったんですよ、小学校の時とか、保育園か、小学校、保育園の時さ、月1で風邪ひいてたし、月1で風邪ひいてめっちゃ保育園休んでたし、そうそうそう、あと呼吸器系のね、喘息とかあったりしたんですけど、呼吸器系のなんか疾患昔やってなかったって言われて、その時はちょっとビビった、なんでわかんのみたいな。そうそうそう、ちょっと面白かったです、それがすげえと思って、そこは感心しちゃいましたね。そう、そう、体弱いっていう前に会ってきた、なんか昔よく風邪ひかなかったって言われて、おーって言ったら、呼吸器系のなんかあれになってた線が出てんだよねって言われて、おえみたいな。小児喘息でさ、2回3回ぐらい入院してるから、そう、やるやんやるやんお主って思ってました。それちょっと面白かったですね。
まあでも占いの話するとみんな占いはインチキだっていうねコメント欄になるので、あんまり話さないようにします。こんなに話しておいてこんなに話しておいてあれですけど、みんななんか嘘に従うコメント欄になっちゃうので、あんまりこれじゃやめておきましょう。そうそうそう、まあでもまあでもファンの人にめっちゃ言われるから自信は持とうかなってちょっとは思います。自分に自信を、マジで私なんてってめっちゃ思っちゃうんだよな。そう、こんばんは。そうコメント欄マジでね一定数ひねくれてるボーイズたちがいるのでね、わかんない、ガールズたちもいるかもしれないけど、ちょっとコメント欄わかんないけど性別はねちょっとわかんないですけど、ヒューマンがいるので、そうひねくれマンたちがいるからさ、良き引き時を 見誤るとコメント欄がすごいことになっちゃうのでね、引き時大事。主権さんこんばんは。でもなんか人と話すのって楽しいよねとは思う。なんか全然自分のことを全く知らない会話が上手な人と話すのは楽しいから、普通に時間つぶしとして手相占い結構良かった。客観的に自分見れたし。そう、しけんさんこんばんは。まあでもいっぱい寝ようとは思いました。最近いっぱい寝てるけどね。さやそうそうそう、さやが最近ねちょっとあの占いの話を終わったんで全然関係ないんですけど、さやはねあの最近直そうと思ってるところはね、覚えなきゃいけないダンスとかを前日の夜中に練習始めるのやめたい。せめて前日の昼間ぐらいに始めたい。欲を言えば2日3日前から始めたいんだけど、まあ、それは多分まず無理だから、前日の明るいうちに次の日までに覚えなきゃいけないダンスを始めたいですね。最近はマジで覚えなきゃいけない前日の夜中2時とかから練習始めて4時とかに寝るんですよ。マジで体に悪いじゃん。直したいなって思ってる。どうやったらなるんですかね、この後回し癖。これは困ったね。あと最後今やらなきゃいけないのはね、生誕 T シャツのデザインです実は生誕 T シャツのデザインをね出しなさいってね言われてる。そう、依頼が来てるんですけど、出さないとな、今日明日中には出さないといけないんで、ちょっと頑張って考えます。今年デザインどうしよう。シンプルイズザベストな気がすんだよな。そろそろね、どうしようかなと思ってます。で今年はね黒にしようかなと思ってますよ。ちなみにさやらしさってなんだろうな。21歳でしょ、何の節目でもないんだよな。なんか毎年ちょっとおしゃれっぽくしたがる傾向に高橋さやかちゃんあるので、逆にめちゃくちゃキュルキュルにしようかな私服で着れなさそうなデザインにしようかな。アイドル現場にしか着れないだろうデザインにしようかな。いやどうしよう、ちょっと悩みたいと思います。もうしばらく、こんばんは。もうしばらく悩みたいと思います。繊維はデザイン考えるのね好きだけど苦手。そう、好きだけど苦手です。どうしよっかな、マジで悩んでる。しけんさんこんばんは。わーん、こんばんは。どうしようかな。
ばんは。色は決まったの？あ、さっきも言ったように黒です。こんばんは。あ、もう15分か。10時間経つのね、早いわ。どうしよう、半ぐらいまでやりますかね、このノリで。ちょっとキレートレモン飲んでいい？今日絶対さ、1日のカロリー取りすぎなんだよな。今日からダイエットを再開する予定だったのに、なんか今日普通にいっぱい食べちゃったな。ちょっとビタミン C 取るわ。よいしょ。うま、こんなうまかったっけ。うま、アスパ、おいしい、おいしい。あ、逆かも。え、こっちか。みんなから見たらおいしい。いざ小僧配信か。今椅子の上でね、あの体育座りしてます。こじんまり配信してます。キレートレモン、あ、スパ、キレートレモンってさ、冷えてる方がうまいんかな。いつも常温で飲んじゃうんだけど、どっちなんだろう。炭酸だから冷え冷えのが美味しいのかな、わからん。うまい。こういうあのなんていうの、こういうなんていうの、ビタミン C ドリンク大好き。この前はあれ飲んだ、なんだっけ、これに似た黄色いやつあるじゃないですか、なんだっけな忘れちゃったけど、それ飲みました。こんばんは。釣り晩ご飯は今日ね、夕方にね、あのかき氷を食ったんですよ、ミスサーと一緒に。それがマジで甘くて、いらなくてね、夜ご飯食べてないですけど、でもそのかき氷多分バカカロリー高かったんですよ。超甘かったの、後半辛いぐらい甘くて。ちょっといい、あのいいかき氷あるじゃないですか、1000いくらぐらいするやつ。いやね、桃を食べてきて、桃めちゃくちゃ美味しかったんだけど、超絶甘くて、あれ多分カロリー爆弾だったんですけど、あれのせいでね、中はもういらないってなったんで、今日夜ご飯は特に食べてません。そう、これは今年の目標が貼ってあります。メンバーと仲良くなるっていう、小学生みたいなね、目標です。いいかき氷はキーンってならない説。あ、でもね、めっちゃなりにくかったよ。なったわ、すごいバクバクバクって食べたらなったけど。そう、こんばんは。なんかね、氷自体がまず多分甘いんですよ。そう、甘かった。なんだろう、なんて言ったんだろうな、あれ、氷自体がちょっとなんかミルク系の甘いやつを削ったやつになってて、でそこになんかちょっと缶詰っぽくいい感じだったから、多分シロップ漬けしたカットの桃とバニラアイスが乗ってて、多分練乳も多少かかってる気がする。でも甘々の甘みたいな。めちゃくちゃね、半分ぐらいまではマジ世界一美味しいかき氷だったんだけど、後半ちょっと甘かったね。甘いって食べてた。そう、こ
こんばんは。甘すぎと思って。かき氷にカルピスの原液かけたら美味しい。わかる。家でかき氷するときよく食べてた。それめちゃくちゃ甘かったな今日。でも美味しかった。今すごい喉鳴ったわ。炭酸が、あ、炭酸で涙出てきた。炭酸苦手なんだよ。飲み方ミスると涙出る。こんばんは。涙出ちゃった。あー酸っぱいし、酸っぱいし、炭酸美味しいのにダメージ受けてる。なんでだ。ふう。台湾かき氷、え、わかんない。でも韓国系だったと思う今日食べたやつ。ちょっとよくわかんなかったです。ちょっと待って、よく見たらめっちゃ鏡斜めってんだけど、怖っ、危な、めちゃくちゃ鏡で口が回らない、斜めってる、危ない、よいしょ、あ、クッションがもう取れてるのね、オッケー、よいしょ。よ、こんばんは。うん、キレイトレも美味しかった。ビタミン補給できた感じするわ。だってクエン酸 1350mg も入ってよ。 1g もクエン酸入ってんの。そら酸っぱいで。 1.35g 入ってもそら酸っぱいで。そしたらね、スカートです。ページボーイの昨日買ったスカート。こんばんは。あれ昨日だよね、買ったの昨日だったはず。新しい服はいいね。なんか上も昨日買った新しいやつ着てこうと思ったんだけど、白だったから、あ、美容院に白の新しい服着てったらワンチャン汚れたら死ぬなと思ってやめたんだよね。汚れてもよくわかんなそうなやつ着てった。だからこれもお気に入りだからあんまり汚したくないんだけど。でもさ、長いん、こう着始めて長いからね、裾の方ね結構毛玉になってきたよ。そう、年季が入ってきちゃった。お気に入りできすぎて。今年梨はまだ食べてないけどここにあるよ。梨明日食べます。これはのみんな好きな食べ方は何？そういえば普通に冷やして切って食べるのが一番好きだけど、なんか美味しい食べ方あるかな。なんか桃とかキウイはカプレーゼにした方が結構好きだったんですよ私。そう、なし、なしって言うとリテワンクラス出てくる。すごいな。こんばんは。梨の美味しい食べ方、やっぱ普通にカットだよな。なんか美味しい食べ方ないんかな。こんばんは。でみんな普通にカットして食べてるかも。やっぱそういう感じか。梨はそういう感じだよね、やっぱね。梨は冷やしてカットして食べる以上に美味しい食べ方ないもん。知らないさえは。でマジグリーンキウイあるじゃないですか、ちょっと酸っぱい方のキウイ。ゴールドキウイはもう甘い美
美味しいキウイだけど、グリーンってちょっと酸っぱいじゃないですか。まあ最後あれが好きなんですけど、ゴールドもグリーンも好きなんですけど、あのキウイ、グリーンキウイはマジで生ハムと一緒に、お皿にカットしたキウイを生ハムと一緒に入れて、あのオリーブオイルかけて、まあチーズがあればね、モッツァレラかクリームチーズとか乗せてカプレーゼにして食べるのが世界一美味しいと思う。そう、だからみんなグリーンキウイ食べたいときはカプレーゼにしてみて、美味しいよ、お気に入り。桃は同率ぐらい、冷やしてカットで食べるのとカプレーゼにするの同率ぐらいで美味しいけど、グリーンキウイはマジでカプレーゼにした方が美味しい、個人的にはね。そう、マサイはね、あんまチーズなしも好きなんで、キウイと生ハムにオリーブオイルかけて食べるのが最近のマイブーム、マイブームです。やっぱ生ハムがね最強すぎる。生ハムの塩味が果物の甘さをめちゃくちゃ引き立たせてくれるから、マジで天才だよ、生ハム天才です。生ハムのアシストえぐい、いっちゃうまい、これおすすめです。めっちゃフルーツ食べたくなった。食べましょう皆さん、フルーツは体にいいよ。こんばんは、今度それで食べてみる。マジでおすすめ、やってほしい。冷蔵庫にシャインマスカットがあります。うわ最高、シャインマスカット食べたいな。シャインマスカットの時期が来たね。今シャインマスカットちょっと言えてなかったけど、口回ってなかったわ。最高だな。キウイは好きだから週に食べてます。キウイなんかビタミンあっていいって言いますよね、体にいいとたまに聞くぞ。なフルーツはやっぱなんか朝とか食べるのいいって言いますよね。夜は良くないって言いますけどね、関係ないけどね、それは食べちゃうけどね。秋ってフルーツ美味しい。それな、去年さシャインマスカットいっぱい食べたよ、普通に5キロぐらい食べた。去年の秋。食べ過ぎ、2キロの房、めっちゃでっかい2キロの房があるんですけど、それを2つとさらになんかもうちょっと食べたんで、いっぱい食べましたね去年は。今年もいっぱい食べたいです。こんばんは。なんかさ、その田舎だからさ、うちがその知り合いの農家さんとか、おばあちゃんの知り合いの農家さんとかおるわけよ。だからそのちょっとその贈答用とかにはできないぐらいのやつあるじゃないですか。味は一緒なんだけど、そのやっぱ贈答用とかって見た目キラッキラじゃないといけないじゃないですか。そう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 、だからそこまではないけど、味はマジピカイチのやつとかをこうちょっと安く買えたりするわけですよ。田舎パワーってすごいですよね。それでね、たくさん食べさせていただきましたね。そう、じゃなかったら食べれないね。5キロも一気に食べれるもんなの？あの一気に食べたとは一言も言ってないんだ。去年の秋に5キロトータルくらいで食べたよってだけで。みんな言ってないぞ、一気に食べたとは。
マスカットは皮ごと食べる。シャインマスカットはむしろ皮剥いて食べるのは難しいぞそういう品種じゃないからね。皮ごと食べれる種なしのブドウっていう品種だからね。グレープフルーツさえめっちゃ好きで、一時期毎朝一玉食べてたんですけど、ちょっと高かったんで最近やめま、いや最近食べてないですね。でも好きだよ、グレープフルーツ大好き。果物で一番好きかもってくらい好きだよ。そう、一房2000円するよ。もっとしない？シャインマスカットってでっかい一房とか全然もっとするよね。超高いと思う。でも高い分うまいんだな、あれが。すごいぜ。果物って皮に栄養がある。あー、明確に言うと皮と実の間が一番栄養があるっていう噂なんですよ。そうそうそう。でも皮剥くときって皮だけじゃなくてさ、皮に近い実もちょっとこう一緒に削れちゃうじゃないですか。だからこう皮ごと食べた方が栄養価高いねっていうことなんですね。先週山梨行ったけどぶどう3割くらい安かった。あ、そうそう、山梨ね、やっぱね果物の産地なだけあってね、ちょっと安く買えますお隣の県ですけども。長野県民はみんな自分の住んでる標高大体知ってます。知ってます。一粒3000円のいちごはちょっと買えない。一回食べてみたいなとは思うけど、自分のお金では絶対買わないだろうねそう、絶対に買わないで。一粒3000円とかさ、1万とかあるじゃないですか、いちご。絶対その1万円分楽しめない自信あるから、なんかいただけたらもう大喜びで食べるけど、自分では買わないだろうなと思います。で、一粒1万円ぐらいのイチゴをこう、なんていうの、パッて買えるぐらいの財力になれたらいいですよね、将来的にはね。とちおとめでもね、いい値段だなって思うもん。なんならでもイチゴ好きだよ。セリも自分の家の標高知ってる？うん、大体の高さは知ってるよ。そのメートル1メートル単位ではちょっと分かんないけど、大体まあこのぐらいだなは分かるよ。なんでなんだね、に日本何、長野県民自分家の標高知ってんの冷静に考えたらめっちゃおもろいよね。なんかちっちゃい頃さえは普通だと思ってたんだけど、普通じゃなかったっていう。確かにまあ知らんよなっていう。1万円あげたら何に使うか検証してみたいです。今パッて1万円もらったらってこと？1万円か、絶妙だな。使おうと思ったら一瞬で消えちゃう額だもんね。悩むな。こう食に使うか服とかに使うかで悩むな。こんばんは。1万円今日中に使ってください、パッて渡されたら。ちょっといい焼肉屋さん行くかもこんばんは。そう、ちょっといい焼肉屋さん行くかもしれないね。1万円パッて伝えて今日中に使ってくださいって言われたら、うん、するかな。まあそんなことはないので夢話ですけどね。そう、いいな、パッて人からお金渡されたいな社会実験です、教授に使ってくださいって渡されたいな。社会実験されたいわ。いやー、でもどうだろう、実際にもらったらなんかこう手に残るもの買っちゃいそうではあるけどね。
洋服とかさ。今年の夏残念だったこと、それはスイカを食べなかったこと。食べなかったの？もったいないよ。夏はスイカやで。でももうお盆過ぎるとね、スイカちょっと時期じゃなくなってきちゃうから難しいところだよね。味落ちちゃうもんね、この時期。来年に期待だ。来年に期待だね。今年もいっぱい果物食べたな。でもさ、いっぱい食べたわ。冬はみかんいっぱい食べて、食べ過ぎておてて黄色くなっちゃって急いで禁止にしたとか。春とか何食べてたんだろうさ、ちょっと覚えてないですけど、まあ桃箱で買っていっぱい食べたし、今年プルーンとかも買ってたな、春先、夏始めかなあれ。スイカも食べたし、さくらんぼはね、今年はでも一回おばあちゃんにもらって食べたかな、実家帰った時に6月かな食べましたね。でもなんかいっぱい食べたな。今キウイ食べてるし、なんか八百屋さんでよくさや果物を買うんですけど、前よりためらわなくなった。なんか食費カツカツするよりちゃんとご飯いいもの食べて、いいものっていうかさ、そんな高級品ではないけど、あの旬のもの食べて健康的に過ごした方が将来的にいいなって、なんか謎の悟りを開いて、そう買うようになった。ケチケチしなくなった。一人暮らし始めてほんと半年ぐらいはなんかずっとケチケチしてたけど、違うなって思った。そう、お金はたまらないけどケチケチしなくなったせいで。こんばんは。ドラゴンフルーツ食べてみたいけど美味しいかな。なんか食べたことある気がするけど、なんか別に超美味しかった記憶も、すごい美味しくなかった記憶もない。なんかああこんな感じねっていう印象を抱いた記憶。食べてみよう、一回食べてみよう。わかんないです、ハマるかもしれないからね。さやはハマらなかっただけで。旬のもの美味しいよね。柿さえ好きだよ。柿は時期になったら、なんかうちになんかめっちゃ柿あったかも、だからよく食べてたよ。柿もね、なんかカプレーゼにすると美味しいって噂をね聞いてるんですよ、私は。だからまたちょっとカプレーゼにして食べたいなって思ってます。こんばんは。ドラゴンフルーツ沖縄なんですか？知らない。でも南国系のイメージはあるけど、沖縄かどうかわかんないですね。こんばんは。そうそう、ビワとかも時期来るんじゃないですか。高級ですけど、うわービワ食べたーい。じいちゃん家にビワの木あって昔食べたな。ビワいいっすね。このこれからの時期なんだろう、何が来るの。ブドウとかなんだろうな、いろいろ食べたいですね。早くリンゴの時期も来てほしいし、やっぱリンゴ好きなんだよな。冬はリンゴダイエットしようかな。さいっぱいリンゴ出るから実家から送ってもらって、そう実家から送ってもらってリンゴダイエットしようかな。いやビワ高いよね、普通に買うと。マジでめちゃくちゃ思う、それは。ビワね好きだよ。そんな感じでそろそろ終わりますか。のんびりやりましたし、ランキング読みます。
13位ケンケンさんありがとうございます。12位ヤスさんありがとうございます。11位ともちさんありがとうございます。10位ヒラリンさんありがとうございます。9位ツナちゃんありがとうございます。8位バイクコトーさんありがとうございます。7位マサッピさんありがとうございます。6位ユウくんありがとうございます。5位ミンチアさんありがとうございます。今里さんありがとうございます。3位マコトノスケさんありがとうございます。2位ヤチさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。イエーイありがとうございます。フルーツで一番好きなのは、女性はフルーツ何でも好きなんで、旬のものがその時々で好きです。なんかさね、多分食べ物めっちゃ好きやから、一番好きな食べ物がいつも決められません、普段から。以上、今日はいっぱい喋りました。皆さんお付き合いありがとうございました。ではまたね、バイバイ、また明日。